ハロー YouTube。えー、っと、ウーバーについての体,体験を3分以内でご紹介いたします。えー、っと、3年ぐらい前にとあるオンラインサロンでフィリピンに行きまして、その時にセブ島で、ウ、えーバーの,その,ああのタクシーのアプリですよね。配車アプリを実際にダウンロードして、初めて使ってみました。で、日本だと今まだ、うん、一応使えるんですけど、タクシーよりも割高。 で、そのタクシー、ウーバンタクシーの運転手さんに聞いたら、えー、っと、ほとんどが外国人とか芸能人とかが結構使ってるらしいですね。で、うんと、まあ、その、フィリピンで使った時は、もうほんと30分、空港から30分とか、40分ぐらい乗って、400円みたいな、500円みたいな感じで、めちゃくちゃ安いっていうのがまず1点と、あともう、その、自分がいるところでタップすると、 うんとあと10分後に、うん、と来ますみたいな感じで、その、ウーバーのそのタクシーが今どこに来てるかっていうのが地図で確認できます。で、もう一つ、その、目的地を、うん、と入力するんですよね、うんと。なんとかショッピングモールまでみたいな。そうすると、スマホで入力すると、タクシーの運転手、その、はうん、とドライバーさんにもその目的地が共有されてて、で、もう、うん、と乗った時に、うんと どこまでお願いしますとか言わないでも、もうすぐ行ってくれるみたいな感じの、えっ、ー、と、手間が省けます。で、あと降りる時も、うんと、もう、クレジットカードが決済、あの、紐づいてるんで、えっ、ー、と、かかった費用は、あの、その後すぐに、自動で、うん、クレカか引き落とされるっていう感じで、会計もなしになりますっていう感じで、すごく便利だったんですよね。で、うん、っとフィリピンはすごい、なんか、 物価がその時暑かったんですかね。で、すごいもうタクシー乗りまくっても全然安かったんで、無双しまくったんですけど、そういう感じで、かなり便利な感じでした。はい、以上です。